おう、久しぶり。おばちゃんおるあーそうなんや。まだ仕事か。いつ頃帰ってきはるかな。夕方か。じゃあこれお前に預けとこっかな。はい、これ。でもうちの母さんが渡してるお裾分けあれやろ。それ。今日は用があるから持ってってって,って言われて持ってきたんよ。 大根と小松菜とチンゲン菜な。なんかこれすごい初対人見てて恥ずかしいな。てかさ、お前チンゲン菜嫌いやなかったちゃんと食べなあかんで、好き嫌いせんと。じゃあ俺もう帰るわ。えまあ、まあ暇やけど。上がってけって、いや、それはあかんやろ。お前の部屋やろ 昔よく遊んでたやんっていつの話やねん。俺って仮にも男やで。いやそれはさすがにってもう、ま、たく本当お前は昔っから強引やな。ちょっとだけやで。お邪魔します。ああ、わかった。え飲み物あ,あいいよいいよ。俺喉乾いてへんし。 ああ、もうわかったよ。そこまで言うんやったら、じゃあコーヒーちょうだい。いや、飲めるってそれぐらい。大学生なんやから。え。それは、じゃあ、美等かな。うん。ああ、もううるさいな。お前だってそんなんようわからんやろ。ああ、もう言ってもうた。にしても本当に久々やな、この部屋。 昔はよくここで遊んでたやんな。あれ何これこんなんあったっけでてこれおもちゃの指輪って6歳の誕生日に俺が渡したやつやん。まだこんなん持ってたんか。あ、帰ってきたん <laughs> な,なんでもない。大丈夫、大丈夫。あ、コーヒーありがとう。美味しいで。てかさ、ほんまに久しぶりやな。 どう大学楽しい同じ大学やのに学部もサークルも違ったら全然合わへんもんな家は隣やから行き帰りくらいは一緒になるかなーって思ったけど時間ずれること多いしなんかさ去年までは当たり前に一緒にさ登下校して同じ教室で授業を受けてたけど 今になって当たり前じゃなかったんやなーって時々思うわ。お前が隣にいなくなってこんなに寂しいもんやなーってちょっと思ったわ。えあ、変な意味ちゃうであ。ほら、あの、俺たちって物心ついた頃から常に一緒にいたやん。だから、お前と合わない生活が続くとなんか変な感じやなーって思っただけ。 て、何笑ってんのんな <laughs> ちょっと臭かったえかわいいって、俺が照れながら慌ててんのがああ <laughs>。あのさ、かわいいとか言われても全然嬉しくないから、それ。男やのに。そうなのって。あのさ、お前の方が全然かわいいし。 えああ、いや、なんでもないよ。てかさ、最近リア充増えてへんあごめん、めっちゃ唐突の話題変更です。うん。あ、俺できてへんよ、彼女とか。え、って、何なんなん、お前。目輝かせて彼女できたって。そんなに俺に彼女できてほしいのああいや、モテてへんって、全然。 まあ、そりゃ告白くらいはされたけど、いや、でも2、3回告白されたぐらいで、モテるうちに入んのかなでもさ、いくらモテたとしても、好きなやつにモテへんと意味なくないえ好きな人いるのかって。そりゃおるけど、何を何られてんの <laughs> いるよ、俺にも好きな人くらい。 まあでももう何年もずっと片思いやけどえ。え応援してくれんのありがとう。うん <laughs>。でもな。うん。まあ何でもないや。ああ、電話かかってきたで。出たら。 なあ、いつまで電話してんのなあ、俺がいんのに電話静かにしてって。そんなに俺が邪魔なんああ、もう限界。やめへん。俺を家にあげといて、他の男と電話するお前が悪い。聞かれたくないそれやったら今すぐ電話切ってや。 ほら、このままやと声聞かれるけどええのほら、早く切らないと、お前が切らへんのやったら、俺が切っちゃうで。ほら、はい、電話切りました。なあ、今のって誰なん彼氏サークルの先輩って。お前さ、そいつのこと好きなえー、そんなんじゃないの ふーん。でもさ、向こうは、どう思ってるかわからへんで。お前さ、好きありすぎちゃうないって、自覚なしか <laughs>。まあ、そうね。今日だってさ、男である俺を簡単に家にあげた結果、こうやってベッドに押し倒されてるやん。え さっき言ってた好きな子はいいのかって、どこまでしてもわからへんの俺の好きな子は、ずーっとお前やで。ははは。驚いた顔してるな。言っとくけど、ここまで来たらもう我慢でけへんからな。えお前も好きなの俺のこと。だってお前さ、 俺のこと応援するって言ったやん。バレへんようにしてたんああ、もう、かわいすぎ。やばい、めっちゃ嬉しい。えー、私もって。お前はまたそうやって俺を煽る。もう、かわいいな。もう好き。やっと捕まえた。もうずっと話さへんからな。